この部屋のベッドは、これが一番マシなんだけど、それでも、もう、ここがへこんでてもどうしようもないね。今ね、ここで支払いしました。これがカードで払った時のバイク代金。分けて。これがバイクの支払い証明書だそうです。ここはね、名前が出てるんで、紙をかぶせてあります。私のね、ナンバーしとくのもですから。Algo más que le quiera poner o lo que. Perfecto. 私の名前がここに書いてありますけど見せません、ね、これが売約済み、私の名前で売約済みになった車両です。まあ、こんな感じです。はい、よかったね。なんか値段引いてくれて元がいくら42万ペソです。ああ、42万をね、40にしてくれたって。ちょっとだね。はい。DR250SX の、あ、DL ね、支払いです。ビザのカードと、もう一つが、郵便局のカードで、分割して払いました。こっちはね、43万、3024円です。ゆうちょのマスターカードの支払いは22万3148円です。ビザのカードと合計したのがバイクの値段です。9月28日、今晩泊まるところはここです。ここです。できたばっかりですごい綺麗です。ベッドも、ね、寝やすさそう。ロビー、キッチンはすごく綺麗です。あ、これはみんな使えるよね。あ、冷蔵庫もあるね。サムスンだね、冷蔵庫。あ、電子レンジもある。ここで下着はここで洗いました。洗った下着はここに干してあります。今日の昼飯はね、バイクを買いに行って、あとその後で食事をしたんですけども、ご飯と肉とじゃがいもと野菜サラダです。このパターンならずっとこのままでも多分生きていけます。一応写真を撮ってこういうの食べたいって言えるようにしました。これは豆の煮たやつです。まあこれも、なんていうの？あんまり肉肉しくなくて、純粋に豆を煮たやつなんで、食べやすいです。これも私の、食べられる食事のうちの一つです。ベランダの眺めはこんな感じです。食堂が多いね。ここにしまおうと思ったんですけど、南京錠がついてないもんでダメかなと思ったんですけど、下に行ったら南京錠でかけてくれってことで南京錠をもらいました。ここにかけにくいね、片手だと。ということで、大事なものを中に入れて、OK です。
魚は何にするって聞かれたのがこれだね。私はこれだけでも十分だろうね。あれだね、やっぱりセット料理は大きすぎだね。まあ魚残してこっちで食べますか。ここの住民の猫です。ここがね、あの私のバイクを買ったところです。それで私のバイクをあの鈴木の工場に持ってってくれるためにね、もうすでに積んであります。今通勤時間帯なんだけど、バイクすごい数だわ。まあ、めっちゃ混んでるね。今ね、私のパスポートを持ってあそこで並んでます。名前が出ちゃうから隠すけど、血液型の証明がいるのにね、あの破傷風の証明書 の古いやつがあったんで、そこに自分で B プラスって書き足しました。そしたらね、通っちゃった。なんとね、鈴木の工場の中です。それの作業場にあの僕のバイクが来ました。でこれからね、作業します。主な作業としてはこれくっつける、ね、やっとね、あのだいたい組み上がりました。何をつけたかというとね、このバンパーね、それと何やったっけ、あ、そうだそうだ、このラムマウントの、スマホをつけるやつ、それと同じような形してますけど、これイミテーションですね、このボールのやつの。これにあの GoPro がつきます。あとあるかな、まあ、アフターマーケット品のね、このバンパーのね、バンパー思ったよりも簡単につきました。ただ僕の感性でワッシャーが数枚足らなかったんで、ワッシャーはここの人にもらいました。